君が野党を退治してくれたんだな。シドたちとはノースリーチで合流だったな。関所を越えるためにも協力者に会わねば。あんたシドのところから来たやつだな。すまないが、ちょいと手を貸しちゃくれないか。なんだ、言ってみろ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ、俺の代わりに彼らの話を聞いてやってほしいんだ。俺でよければ。そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か。じゃあ食べるものをできれば妹の分も。わかった、酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。もうじきブドウの収穫だ。そろそろみんなが畑の仕事を終えてくるよ。何か食べるものをもらえないか。二人分だ。悪いけど、よそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ。最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。今日もよく働いたぜ。ああ、腹減った。兄さん、さっきのベアラーは人が相手でも平気で話してたね。ホーリー、
パンとワインをもらってきた。食べるといい。本当にいいのかい？こんなにたくさん食べたのは生まれて初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。ああ本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった。ありがとう。パンとワイン、うまかったよ。兄さん、今日もよく働いたぜ。もうじきブドウの収穫だ。このままじゃマスターに怒られちまう。誰だあんた。おっと、そのブローチは。脅かすなよ。どこの傭兵かと思ったぜ。まあちょうどよかった。聞いてくれよ。大事なブドウ畑に魔物の群れが居ついちまったんだ。普段から出る場所なのか。いや、あんなに魔物が出ることは滅多にない。ただ今年のブドウは特に香りが強くてな。おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。ところであんた、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。頼む、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。わかった、俺がやってこよう。ありがてえ。早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールド農場にあるからな。この辺りか。さて、魔物を駆除しよう。Come on.
全部倒したな。ロストウィングに戻って伝えてやるか。もうじきブドウの収穫だ。忙しくなる。魔物を駆除してきた。もう安全だろう。助かったよ。これでマスターにも顔向けできる。ほら手間賃だ。受け取ってくれ。ここで作ったワインはロストウィングの貴重な収入源さ。ゴールトンルージュっていや、外でも評判なんだぜ。ワイン作りを始めたのはマスターの知恵だ。ベアラーたちもあれくらい近場なら働けるからな。役に立てて何よりだ。ああ、マスターにも伝えてくよ。ワインができたらあんたも味わってくれよ。じゃあ今日の晩飯どうすんの？やっと落石が片付いたね。これでノースリーチへ行ける。